えおはようございます。即課長の久保です。今日はもう年末も差し迫った12月27日です。まあ FX の相場は動いてないでもないんですけども、今日はね、相場を見てなんかいろいろと語るよりも、えー、まあ FX のね、学び方をもう一回おさらいしてみようかと思うんですよ。まあ学び方は3段階に分かれているっていうのは私がいつも言ってることだと思いますけども、第1段階目ってのは基礎用語を覚える、そんなフェーズです。もうね、チャートを見る必要もないですし、 講座解説する必要もありません。とにかく基礎用語をしっかりと覚えるために3ヶ月ぐらい使ってみたはいかがかなと思うんですよ。まあ、そのためにね、速可塾の FX 初級講座っていうのも用意しましたんでね、こちらの方、有料ですけどもね、利用していただいて、毎日1分ぐらいの音声や動画が送られてきますので、それで基礎用語を身につけていただければいいんじゃないですか。ヒゲとか、実体とか、冷やしですとか、チャートとか、こういった基礎用語を覚えていくことによって、 私が講義で言ってる内容がより分かりやすくなるっていうかねよりというよりも基礎用語が分かんないと何を喋ってるか分かんなくなっちゃいますから私の FX の講義にかかわらず FX とか投資全般のことを知ろうと思ったら投資の世界の言葉や概念をまずは覚えておかなくちゃいけないですよねだからこのために3ヶ月は使ってくださいってことなんですよもう丸暗記ですこれはでこれが第1段階なんですけども第2段階に行くといよいよね戦略的なことを学んでいくことになります FX の世界ではテクニカル理論とファンダメンタル理論で二2つがあるんですけども私はこのファンダメンタルは全く使いませんファンダメンタルで何かことが起きた時はこれはしょうがないと思うしかないんですよねじゃあファンダメンタルは何かっていうと例えばどっかで戦争が起きましたどっかで干ばつがありましたあまあどっかの大統領か首相がですね首長さんが金融の引き締めをしましたそういった発,発言によってやっぱりこう 金融市場ってて動きが出てくるわけなんですよあじゃあこっちから実態をお金に移そうかなとか先物をちょっと取り下げようかなとかねこういったファンダメンタルこういうのはねもう予測がつきませんしその相関関係が証明できないんでもう私の場合は無視です完全にテクニカルだけでやっていきますテクニカルっていうのはチャートの形がどうなったら次にどうなりやすいかっていう過去の実例から 確率を求めていってね、その確率の高い方に常にベッドをしていくっていう方法で勝ち越していくっていう方法です。おそらくこれが一番信用できるかと思います。ですんで、テクニカルを覚えるために、ゾーンとか、逆田候補とか、エリオット波動とかね、フォーメーション分析とか、この4つの手法を使っていきます。この4つの手法を繰り返し繰り返し学ぶことによって、FX の力をつけていくってことになります。これでほとんどの人は勝てるようになります。じゃあ、3段階目は何があるのか 用語もも覚覚ええて戦略も覚えましたこれでほとんど勝てる人がいるはずなのに結果勝てないじゃないかどういうことなんだってことになりますけども3点目はでですすね精神力なんですよせっかくテクニカル理論を覚えてもやる人ってのは投資をする人っていつも例外を考えてしまうんですよ。おやこの動きはテクニカル理論でいくと買いなんだけども今回はたまたまセルの方に行くんじゃないかなっていうふうに勝手に勘違いしてこけていったりとかね。基本ににに忠実ななならけければいけないのに テイクプロフィットラインを変更してみたりとかねエントリーした後に変更しちゃうってことなんですよだからリスクリアードを3.1に保とうってことでしたら3.1に保つための精神力がいりますしここは勝てそうだからロットを増やそうかなと思っても増やさない精神力が必要だったりするんですよ逆にですねそろそろ力がついてきたんでロットを0.01から0.05とか0.2とかに変えてもいいのに変えなかったりする精神力の弱さが 価値をすごく鈍らせたりするんですよね。こういった精神の問題について取り組むのが上級編第3段階目だと思います。残念ながらこの精神のところまで来る人はほとんどいません。大体いいテクニック理論ルを覚えてね、それで FX が面白いとかね、他のビジネスが気になるとか、FX のツールを買いましたっていうふうに乱れていくんですよ。で私は5年間、もうすぐ6年になりますけども、ツールは一切使ったことがありませんし、ツールに興味もないです。なぜなら、 ののツールってのは稼げない人が使うんですよ稼ぎない人が買うんですよ。稼げない人が売るんですよ。稼げない人が作ってます。ということで、FX のテクニカルがちゃんとできれば、ツールがいらないわけなのに、じゃあ、ツールがなんで流通するのって言ったら、テクニカルをマスターしてない人が売ってるし、買ってるし、使ってるんですよね。まあ、ですので、私はこれからもツールを使うことはないでしょう。ただ、ツールに対しての評価はすることがたまにあるかもしれませんが、まあ、無意味だと思いますね。 私はもうテクニカルをマスターすればツールなんていらないと考えているものですから、どこから出たツールにしても、それはもう必要ないんじゃないかなというふうに感じています、えー。それではね、FX の学び方、まずは基礎要望、そしてテクニカル、3段階目は精神力、こういうふうにお伝えしましたけども、どのようにお感じになったでしょうか。また明日はね、相場解説をするなり、まあ、講義をするなりしていきますんでよろしくお願いします。では、失礼します。